痩せることはもちろん、体の中に溜まっている老廃物をドバドバ流しますので、肝臓のケア、動脈硬化なども予防することができるんです。一緒にやっていきましょう。ではいきます。せーの、スタート。はい、皆さん足踏みをやっていきましょう。でこの時ね、まずはですね、そんなに体がね動かない状態だと思いますので、まずはこのようにですね、まず体をねゆっくりと動かしていってですね、徐々に大きくね動かしていけば、体もどんどん動いていきますので、でこの動きをですね、どんどん大きくしていけばいくしていくほど、体もね揺り合わせやすくなっていきますので、ここまで続けて体をどんどん動かしていきましょう。でここで呼吸を止めないように気をつけながら行ってください。はい、OK。 次いきますよ。せーの、スタート。はい、じゃあ次はですね、もう足踏みをしながら手をですねこのように広げていきましょう。できればこの斜めですね、このように伸ばしていただけると、こうね腕周りもどんどん動いて、そして猫背の改善にもつながっていきます。できるだけこの時足踏みをね止めないように動かしていってください。しっかりと胸を開いて、猫背を改善しながら足も動かしていきましょう。はい、呼吸を止めないで。はい、 OK です。次いきますよ。せーの、スタート。はい、じゃあ次はこのようにね膝を曲げて、かかとをですねお尻につけるように動かしていきましょう。そしてそれと同時にこの肩甲骨を後ろに寄せて、これ肩甲骨を背中の真ん中に近づけていきましょう。でかかとを近づけていきましょうね。でこれもやっていくと、どんどん肩脂肪が燃えていきますので、しっかりと動かしていきましょう。ゆっくりでね大丈夫ですからね、そこで焦らず動かしていきましょう。あともうちょっと頑張って。はい、 OK です。では次に行きましょう。せーの、スタート。はい、じゃあ次は手をね万歳しながら足踏みをしていきましょう。この時腕はですね動かさなくて、その場で止めておきましょう。でもただね、足は止めないようにですね、ここに動かしていきましょう。こうやってね止めておくだけでもですね、体全体筋肉を使って、体筋肉を使いますからね。でちょっとしんどいなと思った方は、腕ちょっとだけね下ろしてもらっても結構です。横にしてもらってもいいですからね。できるだけ下ろさないように気をつけましょう。はい、 OK。 では次に行きますよ。せーの、スタート。はい、ではここまで左右に足をステップをね踏んでいきましょう。でここで手をねまた伸ばしながらですね、左右に振っていただけると、このお腹もですねひねりながら、この足だけじゃなくて、お腹、足、手をと、ね、全体的に使うことができますので、しっかりとねこの足を左右にステップを踏んで動かしていきましょう。この時、ね、お腹がねひねれてるかなって感じをね意識しながらやっていただけると、さらにお腹のね脂肪が燃えやすくなっていきます。はい、 OK です。では次に行きましょう。せーの、スタート。はい、ではこれ左右にこの手をね伸ばしていきましょう。でこの脇腹をですね伸ばすように、こうね足を伸ばしながら手も万歳して伸ばしていきましょう。でここで呼吸を止めないで、できるだけリズムよく行うようにやっていきましょう。どんどんね肩脂肪が燃えていってますよ。どんどん汗がね出てきたかと思います。ゆっくりで結構ですんでね、無理なさらない程度でやってくださいね。はい、呼吸を止めないで。はい、 OK です。では次に行きましょう。せーの、スタート。はい、では次はお腹をね、こう左右にひねっていきましょう。こうやってね、お腹を左右にひねることによって、このね、お腹の腸の働きもすることができるんですね。で、この腸の働きが良くなっていくと、どんどんね、便秘解消にもつながっていきますので、ぜひですね、お腹調子悪いなとか、下痢がきつくなとかね、ある方は、ぜひこのお腹をひねる動きをやってみてください。はい、あともうちょっと頑張っていきましょう。無理なされないので、やっていきましょうね。はい、 OK。 では次に行きますよ。せーの、スタート。はい、では次はお尻をねこれ振りながら肘を引いていきましょう。こうやってねやっていくと、この肩甲骨周りも動きが良くなりつつ、あとお尻を振ることによって、
どんどんね、お尻のヒップアップにもつながっていきます。で、この時呼吸を止めないで、しっかりとね、動かしていきましょう。はい、あともうちょっとです。しっかりと肘を引いて、肩甲骨を動かしていきましょう。はい、あともうちょっと頑張って。はい、OK。では、次に行きましょう。せーの、スタート。はい、じゃあ次、胸を広げながら足を左右に出していきましょう。早くですね、スクワットをしながら腕を広げていくことによって、また猫背の改善と足のね、筋肉の筋肉強化にもつながっていきます。で、この時もね、しっかりと胸を広げながら、ね、この肩甲骨を後ろに寄せていきましょう。で、できるだけね、下もね、あんまり見ないようにですね、しっかりと前を見ながら行っていくようにしてみてください。はい、OK です。では、次に行きましょう。せーの、スタート。はい、じゃあ今度はね、肘を近づけて足もこうやって上げていきましょう。じゃあこうやってね、動かしていくと肩甲骨と足をね、同時に使うことができますので、ぜひですね、やっていきましょう。今ね、皆さんの体からだいぶね、汗が出てきてるかなと思うんですけども、これでね、汗が出てくるということはしっかりとね、この筋肉を動かせてる証拠なので、ぜひですね、こうやってどんどん動かしていきましょう。まあ、無理ね、しない程度で結構ですんでね、やっていきましょうね。いきますよ。せーの、スタート。はい、では次はこのままね、こうやって腕と足を伸ばしていきましょう。しかもね、こうやって伸ばすことによって、この脇腹ってですね、ここが伸びていきますので、しっかりとね、動かしてやっていきましょう。で、こうやってリズムよくね、乗りながらやっていただければ、体もね、どんどん燃えやすくなっていきますんでね。しっかりと指先と足を伸ばしてあげて、この脇腹あたりを伸ばしていきましょう。はい、頑張って頑張って。はい、OK。では、次いきますよ。せーの、スタート。はい、では次はね、こんな感じでね、足と肘を近づけて動かしていきましょう。横から見るとね、こんな感じで、肘とね、膝をね、こうやって簡単に近づけるような感じで、体を動かしていきましょう。この時にね、骨盤がこうやって変に丸まって反ったりとかね、しないように気をつけていきましょう。はい、足と肘を近づけていきましょう。で、ここで呼吸は止めないように、しっかりとね、続けてやっていきましょう。はい、あともちょっと頑張って。はい、OK。では、次に行きますよ。せーの、スタート。はい。まあね、こうやってステップを踏みながら、頭の上で拍手をしていきましょう。はい。それではリズムよくですね、行っていただければ、どんどん楽しく体が動いていきますよ。はい。続けてやっていきましょう。肘がね、できるだけ曲がらないように、しっかりと伸ばした状態で行うと、どんどん脂肪が燃えやすくなっていきます。どんどん動かしていきましょう。OK! では、次に行きますね。せーの、スタート。はい、で、足を開いてもらって、このままね、お腹をひねっていきましょう。で、膝が痛い方はですね、ここまで曲げなくても大丈夫ですね。もうちょっと浅くても大丈夫です。で、いける方はちょっとね、こうやって腰を落として、お腹を動くように、こうやってね、細かく動かしていきましょう。こうやっていくとね、どんどんお腹周りが燃えていきますよ。そして、太ももの筋肉も使えますので、足とお腹前の筋肉をどんどん使っていきます。そして、お腹の調子も、ね、どんどん良くなっていきますね。便秘解消にもつながっていきます。はい、OK。では、次に行きますよ。せーの、スタート。はい、ではここまで肘を引きながら、膝を曲げていきましょう。これでね、膝を曲げて、かかとをお尻に近づけるように上げていきましょう。後ろから見ていくとね、こんな感じになっています。これでね、呼吸を止めずに、ここね、リズムよく行っていきましょう。ちょっと難しいなって方はですね、もうこれよりもっとゆっくりでも大丈夫です。自分の行える範囲でやっていきましょう。無理はだけはね、しないでくださいね。足を動かして動かして。はい、OK。それでは、次に行きますよ。せーの、スタート。
はい、では次はこの内くるぶしを触っていきましょう。であとできればこの手をですね伸ばしながら全体をね動かすようにやっていただけると、さらに上半身の下半身を動かすことができます。そしてこの内くるぶしをね触る動き、これをねやっていただけると、この足の内側とねこのお腹の中に入っているですね深いところにある筋肉、これがね動いていくと体を支える筋肉をねつながっておりますので、それでね姿勢を整えることもできますので、できるだけね体を大きく動かしていきましょう。はい、 OK。 はい、皆さんお疲れ様でした。これを継続して行っていけば、食事の後も血糖値も上がりにくくなり、体も太りにくくなっていきますので、より美しい姿をキープすることができますので、ぜひこれを習慣にしていただいて、これを見ている皆さんがどんどん美しくなれるように情報を配信していきますので、チャンネル登録と高評価がまだの方は、ぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。